羽根さん、お疲れ様です。もこです。今日はね、今から積み込みへ行ってまいりまして、今日積んだ荷物が明日の八女ですね、福岡県八女市向かいたいと思います。今日はね、昼一積み込みですね。お昼からの積み込みでして、今からね、積み地の方へ行ってきたいと思います。明日の朝一八女なんですけども、積み込み終わってね、一回お家に帰ってもいいんですけども、ちょうどね、八女のあたり国道3号線結構渋滞しますんで、今日はね、積み込み終わったらとりあえずね、八女まで向かう予定ですね。ある程度走って車中泊をして、それからね、納品先向かう予定となっております。トラックエアコン壊れてるからね、ある程度ね、走って夕方まで走って、それからね、休息を取るという形取りたいと思います。ね、日中は暑くて寝れないんでね、ある程度暗くならないとね、寝れないんでね、ある程度走ってから寝よう。さあ、今からね、とりあえず積み込み行ってきたいと思います。ママとバーバーお誕生日おめでとうございます。皆さん、お疲れ様です。お世話になりました。お世話になりました。お世話になりました。みーちゃん、新種コース、おめでとうございます。そうそうそう、先週はちゃんと大会で終わったんで、これが一番ローカルビ美味しい。やっぱり違う。いいね。みんないっぱい食べる。五角カルビって、あとなんかカルビに対抗するならこれね、なんとかロースって。だってパパの通知を歌うんだから。ギリギリの贅沢よ。自転車登場やね。こちらタンおちょ。こちらタンいる。もらいい。レモンレモン。もらいい。レモン。うん、これもパパや。あれ
テーブルの上に落としちゃう。これあるよ、あれ、ローカルビー、ローカルビーはバーバとママとバーバにあげよう。おいしいよ。ポン酢で食べてみよう。うまっ、これおいしい。みーちゃん、お野菜入れていい？寝床へ到着。今からね、晩ご飯作っていきたいと思います。さあ作ろう。今日も疲れた。よし、これをね、作っていきたいと思います。鍋キューブ、うま辛キムチ、これで鍋を作っていきます。お、いっぱい入ってる。鍋キューブがいっぱい入ってますね。今日はこれをね、2つ使っていこう。まずはね、沸騰するまで待ちたいと思います。ぼちぼちいいかな。あ、曇った。すごいな、雪が辛いわ。雪が辛い。ここにね、キャベツ、千切りキャベツ入れていく。オッケー、こんなもんかな。はい、ということでね、キムチ鍋完成です。